クロップ・リバプール、緊急事態発生。リバプールのユルゲン・クロップ監督は、ブレントフォードに4対1と勝利し、首位をキープしたものの、さらなる離脱者が出たことで新たな懸念点が増えた。リバプールは、トレント・アレクサンダー・アーノルド、ドミニク・ソボスライ、ジョエル・マキプ、ティアゴ・アルカンタラなどが欠場中で、加えて選手誤審のアリソン・ベッカーも負傷するなど、主力に離脱者が続いている。この試合では、カーティス・ジョーンズとディオゴ・ジョタが、それぞれ前半の途中に負傷交代。先制点を挙げたウルグアイ代表フォワードのダルウィン・ヌネスもハーフタイムでベンチに退いており、さらなる離脱者が見込まれる。カラバオカップ決勝、FA カップ、UEFA ヨーロッパリーグの戦いを残すリバプールは、これから過密日程が続いていくことで、厳しい台所事情となる。ヌネスは怪我か微妙な感じか、割とケロッと次の試合出てきたりするから大丈夫なことを祈る。カーティスは松葉杖プラス保護ブーツらしいから長期離脱だな。しかし厳しい、怪我人多すぎ、カーティス・ジョタほんまに調子良かったのにな。ヌネスは大丈夫そう、ジョタはスキャン次第ではシーズン終盤に復帰？カーティスは想像以上にヤバそう、こんな感じか。リバプールの場合ギブスプラス松葉杖で早く帰ってこれた試しがないんだよね。やっと怪我人あらかた戻ってきたと思ったら、また長期離脱のオンパレードだよ。ヌネスはハーフタイムに違和感を訴えたため交代。詳細はわからない。ヌネスだけでも無事でいてくれ。カーティスもジョタもマジでショックすぎる。ジョタは相手の全体重が降りかかってみるからにヤバいのわかるけど、カーティスの足首もそんなひどいんだ。今季序盤に怪我してるところと同じところなのかな。カーティス持ってねえ、今が一番大事な時期だってのに、これは辛いわ。ジョタは膝に乗られたから靭帯伸ばしたんだろうってことはわかるが、カーティスはなんだ？ちょっと身体弱すぎんか。カーティスはそもそもソボスライ並みにハードワークしまくってるから。ソボスライは来週にでも戻るという話は出てるから復帰は近い。アーノルドは3週間後ぐらいらしいし、それまでにクラークとか色々試せるといいな。ジョーンズ本当にいい選手なったよな。マジでこんなに伸びるとは思わなかったよ。100歩譲ってカーティスの離脱は中盤の層で見てもカバーできないことはない。ジョタの離脱はな、低い期待値のシーンでも叩き込んでくれるし、ここ2試合とも貴重な先制点に絡んでるしで代わりがいないのよ。中盤はこれだけ怪我人いても一応使えるかは別として人はいるからな。前線は若手も含めてそもそも人がいない。サッカーに関する動画を随時更新中。コメント、高評価よろしくお願いします。